紳士の皆様、本日は動画をご閲覧いただき誠にありがとうございます。どうも皆さんこんばんは、くんひろです。さあ今日はですね、フェアリーテールのこの PSO 初のゲームで、なんと原作では書かれていないオリジナルのお話あるんですけども、その中でも私が目をつけました、この原作未曾有の秘密の伝説の水着会、プール会があったんですよ。しかもそれがムービー付きで、いやーこれはもうぜひ皆様に見ていただきということでですね、滑舌が今日も絶好調ですけども、見ていただきたいということでですね、動画を作ってまいりました。フェアリーテールのキャラクターのね、8割型が大きいですよね。まあ、何がとは言いませんけども、大きいですよねこれね。はい、最高のものをお付けになって、お付けになって失礼だな、もう成長しているんですけども。で、原作にも実は大魔党武闘編の間にプールに行くっていう話があったと思うんだけども、その話とはまた違います。あの時って男性キャラクターも大勢ついてきて、みんなでなんかワイワイする感じだったじゃないですか。でもこのゲームの中のシナリオの一部は女性キャラクターだけ、このルーシー、ウェンディとかね、他のジビアとかもいろいろいますけども、他の女性キャラクターのみが入っていくプールに遊びに行って心をね癒すというね、まあそのおかげで私たちの心も癒されてしまうんですけども、まあそういった回になっております。それでは冒頭でね、長く喋ってしまうとちょっと長くなってしまうので、まずはそのシーンをご覧ください。ねえルーちゃん、プール行かない？プール？うん、近くに大きなプールがあるんだって、みんなで行こうよ。いいですね。プールか、夏たちにも声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。わあ、本当にプールだ。広いですね。気持ちいいな。ルーちゃん、こっちこっち。早っ。おいと。気にしたら負けよ。優勝、残りの試合勝って勝って勝ちまくろう。はい、ということでありがとうございます、ありがとうございます。光栄テクモさん、ガストさん、ありがとうございます。いや、とてつもなく素晴らしい。これもう動画の広告がつきませんよ。広告がついてたら YouTube さんがですね認めてくれたと。でもこれセロ B だからね、C でも D でも Z でもないから、もう B なんで、全然ちっちゃい方なんですよ。で、俺はそれぐらいが好きかもしれないけどね。いや、でも、D も好きだなぁ。いや、もう、何の話してるか分かんなくなってきちゃったけどね。今回、ものすごいものを皆さん見てしまったと思います。もう、最高ですよね。でね、そのシーンあたりから、なんと、衣装、コスチュームに、水着が追加されたんですよ。どうかな？で、これで戦闘とか行くと、このまま動くし、イベントもね、おそらくラスボスもこれで挑めると、そういう仕様になってると思うんだけども、いやー、これは素晴らしい。でね、今後のダウンロードコンテンツかなんかで、水着のね、種類が深いよ。もうルーシー喋ってくれんのよ、これ。見てると喋ってくれんの、見てて。あ、喋んねえな、ちょっと。喋ってほしいときに喋んねえな。ほらほらほら。
これやべえな。ちょっとどこ見てんの。あ、すいません、あ、すいません、どこも見てないです。はい、おま、どこも見てないです。バカ。でですね、まあ、水着の種類が増えたりとかいろいろするらしいんですよね。いやー、まあ本当に俺の気持ちを分かっているかという感じですね。でね、衣装もあなたからっていうのがあったりして、とても可愛い、うん、とても可愛いですね。で、もちろん男性キャラクターの水着もあります。こんな感じかね。こんな感じで男性キャラクターの水着もバッチリありますんで、女性の皆さんも安心してくださいと。で、なんとウェンディちゃんもちゃんとね、これもう最高だね。で、アナザーカラーは羽が生えてたりね。いやー、もうこれ最高だよ。ちょっと、なんかさ、あれだね、ウェンディちゃん見てる感じ YouTube でも広告つきそうだな。いや、でもね、ルーシーはね、これ絶対無理なんだよね。でね、本当にこっちの事情で申し訳ないんだけども、 YouTube で水着とかね、局部とか、まあ、ヒップ、なんつうの、そこにフォーカスを当てた動画を作るとあんまり良くないんですよね、 YouTube 的に。なので冒頭で自分の話をしたりとかね、今こうやって他のキャラクターを眺めたりとかしてね、まあ、キャラクターのもう作りですよ、これは。水着とかそういうね、胸とかお尻じゃなくてですね、もう作り、これもゲームとして素晴らしいよねっていう、素晴らしいゲームですよねっていう、もうそういうところですからね。もう素晴らしい、素晴らしいわ、これもう F カップかF カップって。いやー、あ、ちなみにスティングとかローグも水着あります。なのでカグラも水着あるってことだね。いやー、これはね、もうこのゲームをクリアした暁には、てかダウンロードコレスとかでいろいろ解放されるんですけども、ミラとかミラジェーンも、そういう時の水着もぜひムービーで欲しいですよね。あと、こういう風にね、もう水着だけピックアップしていや、さっき水着だけピックアップする動画ダメって言ったのに、あー、しまった、これはこれはまずい。まあもうぜひそういう動画を作ってみたいですね。いやー、これはもう最高っすよ。でもこの距離なら別に運営さんも怒んないでしょ、 YouTube の運営さんもね。でね、あんまりね、やっぱり年齢制限が低いので、あんまり揺れたりはしないように見えるんだけど、なんか揺れてる感じがするよね。うん、いや、最高だな、最高だな。ちなみに今エルザはね、ストーリー進行上ちょっとパーティーから抜けてるので拝むことができません。でもエルザもバッチリありますんで、エルザファンの皆様ご安心ください。ちなみに俺が一番好きなキャラクター誰だろうな。そうだな、ルーシーはやっぱ王道なんだけども、やっぱウェンディがちょっと俺の、あ、ロリコンがバレる、ロリコンがバレる。いや、エルザも大好き。一番最初はエルザすげえなんかツンツンしてるキャラだなと思って見てたんだけど、次第になんかね、まあ、いろんな魅力に気づいたっていうところありますね。いや、でもやっぱウェンディかな、ウェンディかな、ウェンディですね。もう正直言います、ウェンディが、ウェンディが大好きです。はい、ということでね、今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。いや、いかがでしたでしょうか、フェアリーテールね、水着キャラクターってか、まあキャラクターが魅力的すぎて、魅力的すぎますよね、本当にね、いろんな意味で。ちょっとこれ完全に俺の自己満動画やってるわ。はい、ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。気をつけていきましょう。よっと、よっと、やっ、やれやれ、お出ましか。さて、上様。
このくらい楽勝ね。